やっていきまーす。意外とうまくないでしょ。一応食いたいもんあんの？いや、ないっすね、僕は。食わなくない？はい。とりあえず入るところ探そう。はい。もう全く土地勘ないんで、お任せします。よし、行きましょう。今日の目標としては、まず飯を食うところを探す。はい。まず飯、あと奴隷の必要なもの、単純にお前キーボード欲しいっていうのと、今日ご飯を作るときに必要な食材を買う。はい。熊本から来たんだよな。はい。で、熊本から来て、運転できる人が欲しいって話をしてたから免許取ってきたらしい。あ、てかテイクアウトのあれもあんのか。テイクアウトでもいいか。そうっすね。オッケーです。お願いします。先読んでいる。僕じゃあこの餃子だけで大丈夫です。餃子だけ無事。はい。いや、なんかめっちゃ小食らしい。そうですね。ここに来てトマト麺食べないことあんの？多分全部食えないです。食べない。焼き餃子何個？何個あるんですか？ 3、6、9。あ、じゃあ6で。まあさすがにね。はい。パパも食べるんだったら9でも大丈夫ですよ。ああ、じゃあ俺もじゃあ9にしようかな。確かに餃子食べたい。失礼します。すいません、餃子9個と。餃子9個。はい。太陽のチーズラーメンの何盛り？何盛り。はい、お願いします。以上です。はい。さーて、これで腹ごしらえをして。俺は今日何を作ってくれるの？オムライスです。オムライス？はい。いいですね。あ、俺に作ってくれるメニューは何となく考えてるの？そうですね、ある程度決めてきてます。いや、でもめちゃめちゃ普通なの。まだ全然普通ですよ。よく飛び込んできたな、マジで。いや、俺スタさんの方が怖かったっす。何が？いやー、普通OK 出ますジャストカーと流されそうだしな。あ、もうそれはもう冷たいんで、ジャストカー食ったことないけど。はい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。あ、細麺なんだ、すげえ。食べれます？大丈夫ですか？そう、入れてて。うん、うまっ。めっちゃうまいやん。うまい。ほんと食わなくていいの？ちょっと食べる。あ、じゃあいただいていいの？ちょっと食べてみ。いただきます。今日初対面。スーツできたからね。なぜかスーツだからな。あ、美味しいですね。うまやな。継ぎますね。継ぎますね。怪我されてるんで。ありがとう。でもあれなんだな、お前一番配信見んの誰だっけ？チョロさん。なんでやねん、なんでやねん。理由話してあげて。チョロさんが ABC やり始めてから結構、うん、僕も ABC やから結構ロレアらしい代弁者っすよ、全 ABC の。持ってることすべて言ってくれる。そう。サポートに対する不満とかもすべて。そうです。え、メモってきた？うちにないもの。はい。うちにないものメモってきた？あ、メモってきました。大丈夫です。何もなかった？まず油がないっすね。料理レベルはどんぐらいの？まず。10がマックス。10マックスはどのレベルですか？10がマックス。10がプロ、料理人。なるほど。スタさんは俺が自分で、俺がゼロ、俺がゼロ。ゼロ？0.2 ぐらいですか？まずいんだよね、それ。いや、でも俺はチャーハンにはなんないですよ、多分。あ？
俺はチャーハンにはなる。俺はチャーハンを作ろうとしてチャーハンになったんだ。あ、そうなんですか。そう、オムライス作ろうとしてに。ちょっと違いました。僕の勘違いでした。みんな疑問に思ってると思うんだけど、大学は今どんな感じだったの？どんな感じっていうのはどういう？問題ないの？こうやって、だってさ、緊急招集やん、はっきり言って。お前1週間後に来いやっつったら行きますだったじゃん。まあ大丈夫なんじゃないですかね。今何度だっけ？今20歳っす。ちょうど20歳。20歳、酒も飲めるしな。そうですね、うん、やれること全部やれる。お腹いっぱいみたいな顔するな。おいマジか。お前何個食べたっけ？俺3つ食べたから。え、早っ。俺もう3つ食べたんだけどさ、で4つ残ってるじゃん。2個？お前2個しか食べてないの。あれ？お前お腹いっぱいみたいな顔はするな。あ、医学部は今目指すかどうかを決めるとなんだ。そうですね、目指してるわけじゃないです、うん、前目指してただけなんで。で、教員にもなってみようと思ったんでしょ。一番向いてるのは教員でした。ってなんでここいんのお前。めちゃめちゃバカや。こんな人のどこがいいんだよ。俺のどこがいいんだな。じゃ今のコメントサブスクライバーがしなかった。マジか。サさんのいいところか。あ、いやちょっと待って。お前ちょっと俺が身構えるからやめて。ちょっと言ってみっちゃ。逆に、いや、いろいろあるっすよ。だって、うん、例えばこんな外でご飯食べる配信なんて他にやってる人いないっすよ。まあ確かに、そりゃそう、そりゃそう。他にも富士山とかもなんか周りがやってないけどどんどんチャレンジする。どれやったりとか。もっとじゃない、もっとじゃない。もっともっと。ああ、まああと顔がいいし。顔がロールもうまいし。ロールもうまいしな。バンコン全部いけちゃうんだよ、ね、全部できる。全部ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかったです。太陽のトマト麺さん、まずどうするか。なんでもいいっすよ。食材からいく。食材ですか。はい。なぜ食材は最後か。なんか、あ、そっか、うん、めちゃめちゃ頭痛いして。頭痛い。今日は外食してるけど、明日からはもう昼からだからね。あ、大丈夫です。任せてください。めっちゃ頼れるやん。見てください。俺今言葉しか聞いてないけど、出てきたものって思われて、ゴミだったらまた困るから。料理はできる。いけちゃう。できる。さすがにできない方が珍しいんだから。止めとけよ。俺や。免許ってさ、取ったらすぐ運転できんの？はい、できますよ。車載配信してみる。一発目。免許取って。一発目東京？東京で。もう 50% ぐらいの確率で事故る配信。割ともっと高いかも。安いの買ってこいよ。あ、了解です。ん？お前ちゃんと分かってるか？大丈夫です。キーボードは4日で帰るから、はい、もう4日で帰るじゃん、もう今回は、はい、その4日分のやつだけだから。わかりました。その俺のバカでかいやつとかは買わない。そう、バカでかい、なんかすげえピカピカ光るやつ、キーボードとか買うな。わかった。わかってます、うん、配信のこととか、いまいちわかんないんですけど、うん、それ、ああいうのって振りなんですか？振りなんですかとか言っちゃダメなの。本当にわかってないやん。ちょっと待ってるから、キーボードだけちょっと買ってきて。あ、キーボードですか。あ、キーボード、キーボード、はい、分かりました。ツイート送ってくれたんだけど、ヨドバシカメラ店内は自由に撮影して OK ですっていうヨドバシカメラ公式のツイートがある。マジ？いらっしゃいませ。マジ何本の買うのかちょっと見に行こうぜ。3万のキーボード抱えてるかもしれないけど、おっちゃん今目の前にいる。これ何か持ちました、何か持ちました、何か持ちました。マジだ。あれあれあれ、マジかよ。あ、これ買い物終わったかもな。外にいるかもしれない。それか逃げたか。あ、逃げられました。どれに逃げられた。あ、あれ脱走した。お前どこいるん。あ、レジ。オッケーオッケー、じゃあ外で待ってるから。はい、待ってるね。もうあれだ、脱走。レジってのが嘘で。お前ら勘が鋭いね。全然感するだやん。いや、ありえるね、全然ありえるね、その可能性。てか、ウケるよな、服装が。だって俺より目立ってんだよ。
なんかわかんないさ、モコーさんがつけてるみたいなサングラスにスーツだからさ、俺よりも YouTuber みたいな格好してんの。あいつヨドバシの会員になってない、これまして。でもなんか用紙記入してんじゃないの、じゃないとおかしいけどこれ。お疲れ様です。え、ちょっと一回、え、なんでこんな時間かかったまず。いや、なんかおばさんが、おばさんがレジの店員とめっちゃ話してた。どんなん買ったんかなって気になって。1000円ぐらい。これっすね。何それ何それ。それ何なんぼしたの？これあれ？1070円っすね。お前1070円の買ってくるなちゃんと。いやだから。お前逆の逆みたいな。今日は1日目で、なんか昨日ネットカフェで寝たらしいんだけど、なんか東京が怖すぎて寝れなかったらしいから、今日はちょっと活動少なめで、明日はまた散歩とかしようかな。全然寝れてないんだよね、なんかね。全然寝れませんでした。財布だけ寝ました。怖くてネットカフェで。ほら行ってこい。今から錦糸町で一番治安の悪い道路に行くわ。で、昼だから行ける。このビルあんじゃん、このピンクのビル。ここのほとんどがレンタルルームなんだけど、そのレンタルルームって言って、なんかね、本当にマジでエッチをするだけの部屋みたいな感じで、この周りにデリヘルジオとかが無限にいる。ドレイ君連れてってあげない。ドレイ君マジでピュアだからな。お前東京でさっき行きたいとこないんかって言ったら、一目散にディズニー行きたいですとか言って。ディズニーでええんか。ドレイ君今買い物中。どんぐらい経った時間、そういえばドレイ君とバイバイしてから。3です。来たね。こんなこと出してきたんで。ありがとう。何？牛乳です。牛乳だよね、やっぱりね。いいよ、たらたたら。俺ちゃんとこういう牛乳全部飲んでるからね。でも折れたんだから、ビビるわ。いや、ドレイは今回の旅自体は親には友達ん家泊まってくるって言ってたらしいの。本格的にお手伝いになるんだったら親を説得しないといけないから。だってそりゃ無理じゃね。だって今まで教員もなんかその体験授業みたいなのも行くやつらしいので、プラスして医者を目指したことあるやつがいきなりなんか配信者のお手伝い行きます。親説得難易度高え。それで来れたら本物やな。そこもテストだな、もはや。そこでもし親を説得しきって、スタミーさん俺行けますよってなったら、マジ本物だから、手放しちゃいけない人材でしょ。お、結構買ったね。はい、帰宅だ。セルフレジが結構取った。そう、よく考えてみると牛乳2本なのは奴隷の分だわ。お、2人来たんじゃなくて。違うよ、1人が2本。あ、優しいな、お前の分だ。そう思ってみれば、なんで2本なんだろうと思ってたら、鶏肉だから。マジで鶏肉だから。時間との勝負。はい、ありがとうございます。いただきます。視聴者さん、いただきます。うまっ。公園芝生牛乳うまっ。一番美味しい。春も来たいっすね、桜咲くんなら。そうね。両親の説得がどんぐらい難易度高いの？まあ、まあ逃げれば。トロランゴ作る配信することだったから。トロランゴ作って待ち時間が発生するから、その時にキャッチボールしよう。あ、サッカーもしよう。違うよ、バカか、お前は。めちゃめちゃバカや。なはずないやろ。え、もしかしてあれですか、ピカピカの泥団子。そう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 。いや、ないの。あ、あるの。ないです、ないです。あ、作ろう。で、それの待ち時間、多分1時間とかちょっとかかるから、それの待ち時間にアウトドアというアウトドアを全て消費しよう。わかりました。めちゃめちゃお前のサングラス景色いいわ。お前のサングラスで見る俺の背景めちゃめちゃいいわ。